こんにちは、リクトです。今回ですね、本日4日発売のこちらのチェンソーマン第9巻の完全ネタバレありで感想だったり考察っていうのを話していこうと思います。9巻っていうのはですね、こんな感じの表紙で、天使の悪魔、あとは早川明君で、この少年誰だみたいな感じの表紙になってるんですけども、こちらね、私自身ちなみに本紙で、ずっとこれをね一周ずつ追って、地獄 の2ヶ月間を過ごしてたわけなんですけれども、今回ね、改めて単行本も読みましたので、こちらの感想、考察動画なんかを上げていこうと思います。ですね、本当、すごい人気ですね。日付が変わってからずっとトレンド入りしましたね。もうチェンソーマン第9巻というのはですね。しかも配給の最終巻、こちらもね、私自身買ってきたんですけれども、この最終巻、最初の45巻が発売されてるにもかかわらず、こちらのトレンドを抑えてずっとね、もう上位に食い込んでたんで、日付が変わってからずっとですね、もう恐ろしいですよね。で、この帯にも書いてある通りに、累計発行部数ですよね。チェンソーマン9巻で420万部突破っていうか、でもすごい勢いですね。この前200万部ぐらいだなと思ったら、もう420万部ということで、もう本当にすごい勢いで、アニメ化も待った話なんじゃないかな。こんだけグロいね、かなりグロい話なので、ちょっとアニメ化できるんかわかんないんですけども、アニメ化待った話だなっていう感じになってますね。で、今回のチェンソーマン9巻っていうのは、71話から79話までが収録される内容となってます。ですね、これ本誌で僕は読んでたわけなんですけれども、ほんと地獄でしたね。しかもこの期間に約束のネバランと先ほど言った配給なんかを連載も終了したりして、マジできつくて、幸い他にもね、ジャンプって、週刊誌のジャンプで読んでたんですけれども、幸い他にもいろんな漫画があって、ちょうどこの時期に僕とロボコっていうギャグ漫画、あと破壊神マグちゃんみたいなギャグ漫画が始まったおかげで、なんとかそれで中和して、あと夜桜さんとか僕弁とかですよね、あれなんとか中和してなんとか耐え抜いたんですけども、ほんと地獄のような、ツイッターでもね、単行本の方はこれ一気に読むのは大変だみたいな話がありましたし、ジャンプで追ってる方は毎週こんな地獄を味わってたのかみたいな、どっちも議論やってましたけど、お互いねぎらい合うみたいな、温かい展開になってましたけどね。いや、ほん本当にきつかったですね。僕しかもこの時期就活してたんで、頭おかしくなるなっていう感じで、もう思ってましたね。ですね、本番というか、本当に今、マジで衝撃、今言ったのも分かると思うんですけど、体調マジで悪くなるぐらいだったので、動画の途中で、本当、これ僕いつも原稿みたいに作ってるんですね、動画を撮る前に。その時点で僕体調おかしくなりかけてたので、ちょっと話してる時中にめっちゃ声ちっちゃくなり、めっちゃ暗くなったり、みたいなことあるかもしんないんですけれども、おえつとかして、それはしないですね。かもしんないんですけれども、その点ぜひ、ご了承いただければと思います。ちょっと冒頭長くなってしまったんですけども、ここからは完全ネタバレありで71話から79話のですね、9巻の内容を話していこうと思います。ですね、今回の9巻っていうのは前回の8巻で、サンタクロースっていうね、たちとの激闘を描いていたんですね。で、牧間さんと宇宙の魔人っていうのが出てくるんですけど、ハロウィンって言わせてくれてですね、最後サンタクロースをはじめとして、そのサンタクロースを操ってる、サンタクロースが操ってる人形たちが全員ハロウィンしか言えなくなるみたいなね、なんかえげつな怖いところで終わったわけなんです。それでサンタクロースの激闘も終わって、無事倒したということで、前回8巻終わって、今回9巻ということになるわけなんですけどね。最初ですね、71話の内容から入っていくと、最初はこのお風呂ってタイトルで、最初パワーが前回に戦う闇の悪魔とか今ね、ボロボロにされたことで、めちゃくちゃぶっ壊れてるみたいなところが始まりました。ですね、その後72話で、アキ君とデンジ、パワーっていうのは北海道へ、早川アキ君の墓参りに行くわけです。早川家の墓に墓参りしに行くことになりました。そこでアキ君はデンジだったり、パワーの存在っていうのは、すごい尊いものだと、家族みたいな存在だと思うわけですよね。そこで彼らを失う、デンジだったりパワーが死んじゃうところ、の恐れて銃の悪魔討伐遠征っていうのを、上から岸辺隊長たちに、もともと持ちかけられたんですけども、それを不参加っていうのを進言するわけですね。これは72話でみんな一緒っていうタイトルになってます。この辺はまだね、アキくんマジなんかデンジたちパワーたちをこんなに思ってるんだなっていう思うとこでしたよね、ここまではね。そして73話ですよね、これえぐいんですよね。マキマさんがで、アキくんだったりデンジパワーを呼び出してえぐいこと言い出すわけです。銃の悪魔討伐遠征にアキ君は参加しなくて、アキ君は不参加のままでいいからデンジとパワーは参加しろと言うんですね。それで結局全員行こうとなっちゃうんです。それはアキ君もそれはパワーとかデンジが死んじゃうのは嫌だから参加させないつもりで、あいつらが参加するなら、意味ないから自分も参加しようとなったわけですね。で、ここのなんか全てを分かってやってる、それはデンジとかパワー参加すればお前のアキも参加するだろうみたいな牧間さんの顔がね、もう本当に怖い。なんか別にただワンシーンでワンカットというか、そのコマで一つ出てくるだけなんですよ、牧間さんの顔はね。なんですけどもマジで怖いんですよね、これが。
もしここでですね、衝撃の事実を告げられるんですね、マキマさんから。あの、銃の悪魔はすでに倒され、拘束されているという、ね、まさかの銃の悪魔ってラスボスみたいに描かれていた。あの、一瞬でなんかめちゃくちゃ皆殺しにしちゃったみたいな、街を壊滅させたみたいな悪魔がすでに倒され、拘束されているということが告げられます。それは世界中のあちこちの国で分けて保有しているというのが、ここで衝撃の事実として告げられるんですね。で、まあ、これはまあ要するに核みたいな感じで、まあ、保有することで、まあ、その何パーセント分ずつ世界中の国が持ってるんですけども、それを持ってることで、まあ、より多く持ってる国がより強く出れるみたいな、他の国、そんな感じの役目を果たしてるみたいでした。で、今回ですね、銃の悪魔の討伐遠征というのは、まあ、要するに、銃の悪魔を倒すのではなくて、他の国から銃の悪魔を奪ってますね、拘束されてるわけなんで、他の国の銃の悪魔っていうのは 30% が取ってるわけですよ。まあ、アメリカとかね、他の国が取ってるのを、まあ、奪って日本のものにしようと。日本でなるべくたくさん、まあ、その割合を増やしていこうみたいなのが今回任務なわけですよ。っていうのは分かりました。で、その後、アキくんは未来の悪魔に自分とパワーっていうのはデンジにめちゃくちゃに殺されて、あの、その後悪魔に最も恐れられる悪魔が現れるだろうっていうね、まあ、恐ろしい予言。未来の悪魔っていうのはまあその、アキくんの寿命とかを奪って、その未来に予言をする悪魔なんですけれども、まあ、ここでね、そのパワーとデンジ、自分、そのアキ君とパワーはデンジに殺されて、そのうちに悪魔に最も恐れる悪魔が現れるだろうって未来の悪魔を予言するわけなんですよね。うん、これも恐ろしいとこですよね。73話が日常の終わりにっていうタイトルで。まあ、これもかなり不穏なとこでしたね。まあ、ここまでは、いや、ここも結構エグかったんですけど、まあ、ここからだんだん僕の体調もおかしくなってたところになりますね。で、74話ですね、続いて。まあ、この死を回避する方法っていうのを、まあそのね、あの、アキ君とパワーがデンジに殺されちゃって、死を回避する方法を探るために、アキ君のバディである天使の悪魔って言うだと思うんですけども、まあ、表紙もあってましたね、今回。その共に、マキマさんの元へと向かいます。など解決策ないかと聞いてみようっていうことね。そして、マキマさんはいつの間にか、なんか好きになってることにアキ君気づいちゃうんですよね。で、そのアキ君は、まあそのマキマさんに契約するかみたいな感じで迫られるわけですよ。で、迫ったとこで、なんかあの、契約するって言っちゃうんですよね。別に何も思ってないのに。契約すると言っちゃうんです。で、これが74話の波の言うことってとこなんですけども、まあ、ここで牧間さんが超不穏というか、え、何が起きてるんだろうって。まあ、要するに、アキ君いつの間にか何か理由も特に思い出せないまま、牧間さんのこと好きになってたみたいな回だったんですね。そして75話ですよね。うん。75話。これやばいですね。タイトルが 9.12、まあ、9月12日って意味なんですけれども、牧間さんがですね、なんと支配の悪魔であったっていうことが判明したわけですよ。え、牧間さんって、悪魔なんみたいな、ここでね、初めて支配の悪魔っていう単語が出てくるんですけれども、まあ、ほんとなんかマキマさんって普通に上司の方、めちゃくちゃ強いデビルハンターみたいな感じだったと思うんですけれども、え、こいつ悪魔なんていうのはこの回になりますね、75話で。で、そしてアメリカが銃の悪魔にアメリカ国民の寿命を1年与える代わりにマキマさんを殺してくれるように頼むんですね。まあ、アメリカも30何パーとか持ってるね、銃の悪魔を。それに、まあ、アメリカ国民の1年の寿命ですよね、それを捧げて、あ、マキマさんを倒してくれっていうのを告げられるのが75話なんですけども、ここで完全にはマキマさんって敵なんだなっていうのがわかるわけですよね。まあ、もともと敵みたいな回はありましたけどね、まさかこいつ悪魔だったのかっていうのはこの回でした。で、そして76話ですね、ついにマキマさんと銃の悪魔、まずそのアメリカを呼び出す銃の悪魔との戦いっていうのが始まりました。まあ、死にまくりですよね。なんかあの、ページにもひたすらあの、被害者の名前みたいな、殺された人の名前みたいにバーって書いてあって、でも恐ろしいですよね。で、マキマさん観測上29度目の死亡みたいに出てくるんですけど、なんか余裕で生き返るんですね。マキマさんはまあ片腕とか吹っ飛んでもすぐ蘇らせている人なんで、死から生き返ってもおかしくないんですけどね。そして能力、まあその支配の悪魔である能力を使って、まあ様々な悪魔の力を使って銃の悪魔に反撃するっていうのが76話になってますね。ここでちょっと最後場面が変わって、デンジの家にあの来訪者みたいな、あのピンポンピンポンってあの開け誰か来るわけです。ここが76話で開けちゃダメです、ここで。まあこの辺からちょっと僕も体調が悪くなってくるところなんですけれども、そして77話ですね、デンジの家にピンポンピンポンピンポン、デンジとパワーがいる家にピンポンってピンポン連打と電話がかかってくるんです。電話はマキマさんからで、どうやら突然現れた銃の悪魔を倒し損ねて死体に乗り移って逃げてしまったというんですね。銃の悪魔が死体に乗り移って逃げてしまったと。で、その銃の魔人が今君の家のチャイムを鳴らしているんだ、要するにピンポンピンポンって死んだ銃の悪魔っていうことですね。まあその死体に乗り移った銃の悪魔っていうことになりますね。で、マキマさんから今回何も考えずに戦ってくれと、ね、あ、すいません、ちょっと今言うわけなんですけれども、何も考えずに戦ってくれと、うん、なんだろうと、何も考えずに戦ってくれってめっちゃ意味深ですよね。そしてパワーを逃がして、まあ、デンジ君はこのピンポンってなるこのドアを開けるわけなんですよね。まあ、そこにはあの銃の魔人に乗っ取られたアーチ君がいたわけなんですよね。で、パワーはあの魔人からはアキ君の匂いがしたと。
言うわけですよ。だからアキ君の あいつが銃の魔人なわけないよと、電池が銃の魔人が出たって言うんですけれども、パワーはアキ君の匂いがしたんだから銃の魔人なわけないじゃないというわけなんですけれどもね、まあ、ここで初めて、まあ、その現れた、そのピンポン連打して電池君の家に現れたのが、まあ、アキ君が殺された後に銃の悪魔に乗っ取られた体っていうのが分かってしまうわけなんですよね。ここが77番チャイムチャイムチャイムってやつで、まあ、正直地獄ですよね。地獄でしたこれは、うんうん、一緒に戦ってきたアキ君が、うん、死体もうあろうことか殺されたっていうのはもうその時点で悲しいですよ。もうその時点で悲しいのに、あろうことか銃の悪魔に乗っ取られているという、もう意味わかんないですよねこれ。もう僕意味わかんなかったこれ読んでた時で。78話は、まあ、次の話なんですけれども、まあ、雪合戦に見立ててデンジと銃の悪魔って戦いが始まるんですよ。銃の悪魔に乗っ取られたアキ君のね、まあ、死闘が始まってしまったわけなんですけれども、まあ、ここでマジで辛いポイントっていうのが、まあ、アキ君は本当の雪合戦で、アキ君はなんか夢みたいに見てて、雪合戦だと思ってただ投げ合ってるんですよ、楽しそうにね。それが、もう一般人とかも容赦なく、ウェイって言って殺しちゃうわけなんですよ、アキ君がね、銃の魔人に乗っ取られた雪合戦だと思ってですよ。うん。うん。で、もう、まあ、これも恐ろしいんですけれども、まあ、デンジ、必死に説得するんですよ、アキ君。アキ、賞金戻れと。戻れ、てめえが一番したくねえだろうと。バカ野郎みたいな感じで、もう、本当にまあ、デンジが必死に説得するのに戦いながら。まあ、それでもアキ君は、こんなに楽しいのは初めてだと。ね、言い出すわけなんですよ。まあ、もちろんアキ君はそんな罪悪感っていうか、その、殺せるの待っても夢にも思ってないです。むしろ雪合戦楽しく遊んでると思ってるんですね。そしてデンジっていうのは血まみれになって倒れるわけです。これが78話の終わりなんですけど、まあ、これは雪合戦ってやつで。うん、つらいですね。じゃあ79話ですね、まあ、これはいよいよ今回9巻の最後の話なんですけれども、79話デンジっていうのは立ち上がって、秋に戻れ戻れと懇願しながらね、デンジは懇願しながら戦います。でここのバトルシーンがね、もうマジですごいんですよね、うん、まあ、何起こってるか分かんないって分かんないんだけど、まあとりあえずすごいだろうなっていうのは分かると思いますけれども、すごいです。で、まあ、両足がなくなってボロボロになるんですね、チェンソーマン。そのアキ君にボッコボコにされて、で、まあ、私たちを助けてっていう人々、まあ多分テレビとか見た人ですよね、チェンソーマン一回テレビみたいに取り上げられてたんで、まあ、それで血を分け与えてくれるという場面がありました。まあ、それでデンジまた復活するわけなんですけれども、まあその、まあ、中でアキ君が戦いさなかで、その銃の悪魔に乗っ取られたね、アキ君の死体が、あ、デンジって泣いてねみたいな、もう気づくわけです。デンジが泣いてることに気づくわけです。そして地獄みたいなね、ラストを迎えるんですね。そうだった。俺、キャッチボールがしたいんだった。と、アキが言って、まあ多分その隙でしょうね。次のコマで、アキくんはデンジにこう、ボックし刺しにされてるんですね。うん。で、殺されると。最悪の結末ですね、ほんと。うん。これ、バッドエンドっていうのはこういうこと言うんだなって、まあ全然終わってないんですけれども。いやー。いや、これはちょっともうほんときつかったですね。もう読んでて、まあ、アキ君ってめっちゃ主要キャラですから、デンジとパワーと、まあ、同格ですよね、アキ君って。まあ、キマさんと、まあ、その4キャラぐらいが同格だと思うんですけども、ここで死んでしまうのかと。しかも、アローコとかね、乗っ取られた死体でデンジ戦ってデンジに殺されるっていう、もうこれ地獄でしたね、本当に。まあ、未来の悪魔ですよね、予言してた悪魔で最初にアキ君にね。それが、早川アキ、お前は最悪な死に方をしただろう。チェンソーの少年にとってね、とセリフを残すんですけれども、まあそして、アキ君と弟の太陽。まあ、アキ君の弟ですよね。で彼がキャッチボールをしているかってで、9巻が終了するわけなんですけれども、ここがね、またエモいところで、9巻の子に出てくるその最後の、まあ、アキ君の弟の太陽っていう子は、まあ、銃の悪魔が日本に上陸した時に殺されてるんですね。アキと雪合戦をしてたんですけれども、手が冷たくなってきたので、家にグローブを取りに帰った瞬間に家ごと吹き飛ばされて死亡したとこなんですよね。で、まあ、アキ君もなんか手が冷たいなみたいな言う描写ありましたけれども、うん、これやばいですね。キャッチボールがしたかったんだって言って、うん、アキ君は、まあ、結果的に死んだわけなんですけれども、まあその、太陽のこの、実際に銃の悪魔が日本に上陸して殺された時の、この様子を最後かけてくるわけなんですよ。まあ幻想として、まあ頭の中にもちろんあったんでしょうね、それが。うん。いや、これ本当にエモかったですね。うん、顔がえ、めっちゃ青ざめて、もうめっちゃ泣きました、この79話。9巻の最後ですよね。まあ、これにて9巻が終了で10巻で続くわけなんですね。まあ、ここまで完全ネタバレって感じなんですけれども、まあ、この先もですね、
ほんと地獄みたいな展開待ってます。うん、まあね、こう気持ちは持たないですね。よく単行本前の方が本質点の方辛かっただろうって言うんですけれども、全然こうして終わりじゃないんですよ、辛いのは。うん、辛いのはこの先も続いてきて、やっぱ牧間さんっていう存在がね、もう本当に恐ろしくなるんですよね。うん、でね、ここも小崎は知ってるんですよ、ネタバレしないんですけれども、うん、また10巻とかレビューすると思いますね、その時は。いや、それにしてもですね、9巻ほんとやばかったですね。もうこれまでずっと10の悪魔ラスボスだと思っていたのに、それが一変して牧間さんが支配の悪魔で、まあ、これいやー本当にね、敵なんだ、ラスボス、こいつがラスボスなんだなみたいなのが分かるとこあったと思うんですけれども、まさかね、そう来るとは。まあなんかやばいやつだと思ってましたよ、それはね。怪しい描写いくらでもあったんで。うーん、アキくん僕も好きでしたよ、本当に。もう面倒見のいいお兄ちゃんみたいに、もう僕もお兄ちゃんだと思ってました。天智とファンにとっても本当にかけがえのない存在で、それをね、9巻で、まあ、この亡くなり方はもう本当に辛いですけれども、この漫画としての描き方はまあ素晴らしいなと言わざるを得ないですね。本当に名作だと思いましたね。味方のキャラの死っていうのをこんなに綺麗に描いて、こんなに印象を僕らに残して終えるっていうのは本当にすごいなと。藤本辰樹先生、本当にすごいなと思いましたね。こちら、いやすごかったです、9巻は本当に。まあ、それトレンド優勝だって感じですね。まあ、次の10巻もですね、まあ、本誌の最新話も、本誌はね、次関東カラーみたいな、そちらも楽しみだなっていう感じで、今回動画これ以上させていただきます。また私のチャンネルでこの10巻の、まあ、今回9巻の感想考察動画あったんですけど、また10巻の感想考察動画ってのも上げると思いますし、まあ、普段はですね、こんな感じでこれ以外にもおすすめの漫画だったりアニメの作品っていうのも感想だったり紹介なんかしてるので、まあ、ぜひチャンネル登録だったり高評価していただけると私自身モチベーションって非常に嬉しいです。で、ここまで長くなってしまったんですけども、ここまで見てくださってありがとうございました。それではさよなら。